おはようございます。今日は2023年5月26日、ここは JR 東日本の八王子駅です。今2番線から電車が発車しています。朝の通勤ラッシュを支える中央線の快速東京駅です。さあ今日はここからね、日本で唯一のね、種別に乗っていきたいと思います。日本唯一とはどういうことかというと、現在ね、中央線、青梅線系統でしか運行されていない、しかも1日4本しかない列車、1週間でね、多くて20本しか運転されないというね、本当に珍しいです。でもね、朝の通勤ラッシュを支えています。さあお分かりでしょう。さあ入ってきました。大月からはるばるやってきた通勤特快東京駅です。通勤特快っていうのはですね、立川駅の時点では1日4本あるんですけど、八王子駅時点になると1日2本なんですよね。そう、これどういうことか、青梅線と中央線それぞれ2本ずつの運転で、で中央線は1本が大月駅で、もう1本が高尾駅という設定になっています。この表示もすごいですね。コミュニティスペシャルラビット1日4回だけ表示される表示です。さあね、電車は八王子を発車しました。これから東京までね、およそ1時間の通勤の道のりの始まりです。この電車は中央線通勤特快東京行きです。次は立川です。お客様にお願いいたします。車内では携帯電話をマナーモードに設定の上、通話はお控えください。ご協力をお願いいたします。 This is a 中央line commuter special rapid service train for Tokyo. The next station is 立川八王子出発した電車はね、まず左手にね、このね、沿線名物のケーズ電気を見て、これはね、今タンクの貨車がたくさん止まってると思うんですけど、ここはね、あの石油の貯蔵施設でしてね、あの八王子駅のね、毎日ね、たくさん貨物列車だけでね、あの石油のね、タンクを引いた列車がたくさん来てます。で、これね、浅川を今渡ったところですね。ね、大体ね、3分の八王子豊田間3分の2ぐらい走りますとね、豊田の車両センターが見えてます。あれですね、朝ラッシュということもあって、もう電車はかなり引き払ってますね。もうパッと見があのグリーン車が連結されたあの試運転で使えてるやつしかいなくて、でまずは豊田を通過ですね。豊田通過はね、あの特急列車を除くともう通勤特快だけですね。豊田でもね、あの先行これはね、あの快速、あの豊田始発の快速ですね。通勤特快はね、結構多くの電車をね、待ち合わせ連絡をするんですけど、続いて日野です。日野も豊田と同様で、通勤特快と特急のみ通過です。で今多摩川を渡ってるところなんですけど、ちょっと奥のあの白いところですね、武蔵野号の動画でも触れたんですけど、多摩モノレールの線路ですね、ちょうど今走ってますね。ここなんかね、こんな感じでね、割とよく見えるんですよね。まもなく立川、お出口は右側です。立川の次は国分寺に停まります。はい、立川の次はね、国分寺に停まるということでね、あ、これはまあ割とまだまだね、平凡的な普通のね、放送ですね。でね、中央特快とか青梅特快でもこの放送は聞けるんで、まあ珍しくは、まあ特段珍しくはないんですけども、まあまあまあ、朝ラッシュのこの時間に起きるのはまあ結構レアですね。まあね、豊田と日野を通過できる通勤とかはね、さすがにね、立川通過はできないですね。今ね、向かいが4番線に停車しているのは、八王子をね、一本前に出た快速東京です。この動画の冒頭で出た電車ですね。はい、立川出てね、次は国分寺に
止まりました。南武線の川崎北電車とちょうどですね、同時に出発しましたね。でね、今目の前に見えてる特急列車は新宿行きで、朝7時に乗るね、あずさ1号です。12両編成とトータル編成です。次は国立ですね。まあ、国立通過はもうあれですね、日常的な光景ですね。もう特急、中央特快、通勤特快、青梅特快、そして通勤快速も通過します。国立通過ね、まあでもやっぱ遅いですね。やっぱ通勤特快以外の中央特快とか青梅特快は、まあ、100キロ台くらい通過するんですけど、そして今からね、驚きの放送が流れます。国分寺を出ると新宿まで止まりませんという放送ですね。なかなか聞き応えがありますね。この放送はね、本当に通勤特快でしか聞けません。もう特急でも聞けないですね。でね、さらにね、衝撃の放送がここで、ね、流れます。新宿まで停車をいたしません。ドアは開きません。ご注意ください。また体調の優れない方いらっしゃいましたら、無理をなさらず次の電車をご利用ください。皆さん聞きました。体調の優れないお客様は次の電車をご利用ください。この放送ね、実は車掌さんによって言う人言わない人っていう差があるんですね。でね、あのこれ撮影2日間に分かれてて、あの今を映像しているシーン の時はあの流れなかったんですね。今のは別日に、ね、収録したやつになっています。国分寺から多くのお客さんが乗ってきますね。でもね、あれですね、コロナ前と比べるとやっぱりお客さん減ってますね。JR もね、大変だなっていうのがよくわかります。もう前の通勤とかなんてもうパンパンで、もう足を動かせないみたいな、そんな状況ばっかりしてる。今見てるとね、足元もね、十分ね、余裕がありますね。大変なんだなと思います。国分寺を出発しまして、ね、もう次が新宿です。もう停車駅が少なすぎますよ、本当に。あの八王子からこの電車、立川と国分寺とかですね、あの八王子新宿間では停車駅2駅ですね。で、一方でね、成田エクスプレスはというとね、八王子を出ると立川、国分寺、三鷹、吉祥寺と止まったんですね。4駅止まるんですよ。多くないですか、結構。まあ、特急のね、あずさとかカイジでも、あの立川で、ね、ちょうどあれですよね、特急カイジ、あずさと、成田エクスプレスのちょうど間あたりにね、この電車が位置していますよね。それがすごい。今、武蔵小金井でね、また電車が来ました。国分寺もさっき出てました。今の電車あれですね、中央線で今、現状一番新しい、D71 ってやつですね。やっぱりなんか、車両の車体の輝きとか綺麗さが、やっぱ他の車両と全然違うんですよ。なんか、パッと見でわかるんですよね、もう。なんか、お、綺麗、って感じ。なんか、割とパッとわかるんですよね。あのまあ鉄道からでも知らないんですけど、まあ、そんなこと言ったら東小金に通過してましたね。いや、武蔵境のとこまで来るともうノロノロ運転ですね。もう中央線の朝の名物ですよ。電車もね、これは相当ストレスが溜まると思いますよ。快速だったらね、まだ止まって動いてをね、一駅ね、繰り返したからね、そんなつまらないんですけど、通勤特快はね、あの遠近分離がやっぱ思ったらな、主な目的ですので、どうしてもね、やっぱ詰まってしまうんですよね。まあでね、三鷹のね、車両基地を求めにね、間もなく三鷹ですね。速度を上げたということはね、ここで対比がありますね。快速電車が待ってくれているはずです。てか待ってくれてない、結構この後の区間がやばいんですけどね。退避してくれてました。いや、道譲ってくれてありがとうございます。三鷹通過も結構珍しいですね。特急あずさ、開示と通勤特快だけが通過するんで、ね、まあ、さっきも言った通りね、成田エクスプレスはこの区間結構遅いんでね、普通に止まりますね。まあ、空港移送のが一番のね、主たる目的なので、まあね、新宿とか東京より郊外だと、なるべく細かくね、止まっていく方が乗客のね、収集には十分いいです。で、吉祥寺ですね。最近ね、吉祥寺に
通勤特快、青梅特快を止めようっていう運動があるらしいんですけども、これはね、JR 東日本のによると、あれですね、遠距離訓練をやっぱりしたいらしいんですよね。で、その吉祥寺に特快を止めてしまうと、遠距離訓練がどうしてもちょっとやりづらくなるらしいんですよね。だからなので JR としては、吉祥寺までは基本的に快速を利用していただき、それより先、三鷹とか国分寺立川、あと武蔵小金井に四国分寺等を利用する方が特別快速とか、あとはね、接続をね、活用してほしいという考えらしいですね。まあ、正直、吉祥寺に止めてもいいと思いますけどね。吉祥寺とか結構本当大きい駅ですからね。はい、次、荻窪ですね。荻窪はね、通勤快速は停車しますね。夕方ラッシュ時に運行されている特別快速の代わりの車両、電車ですね。まあね、荻窪と吉祥寺はもう正直もう遠近分離っていうものできなかったら特別快速は止めるべき駅なんですよ。それぐらい乗降客数が多いんで、まあよく通過しろなとは思いますけどね。で、今高円寺です。高円寺じゃなくて阿佐ヶ谷です。下のね、速度計を見てもらえたら分かると思うんですけど、めちゃくちゃ遅いですよ、本当に。時速3、40キロくらいしか出てないんで、まあ、遅いですよね。多分ね、今通過してる高円寺なんですけど、阿佐ヶ谷と高円寺の間にこの電車がいる頃、前の快速が多分、高円寺でお客さんの乗り降りをしてるんです。それ考えたら、ね、中央線の詰まりってすごいですね、本数がすごい。でね、もう各駅でもどんどんね、ホーム延長工事が進んでます。いやー、でもあれですよね、中央線の高架から見る新宿とか副都心のビルはすごいですね。やっぱもうここまでね、ビルの数が多いとしてなかなかないと思います。いやー、向こうの快速早いなー。あっちの快速ね、中乗れたらもう各駅に止まるんで、もうパン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 止まっていくんですけど、いやでも早いなー。もう快速でね、早いって思ってしまうとかはね、通勤とかになったらもうおかしくなっちゃいますよ。本当に感覚狂うわ。でね、中野通過ですね。中野通過はまあもうでも今日これですね。で、この普通の通勤電車で通過するのは通勤特快だけなんで、まあいいですよ。で、中野からはね、地下鉄東西線がね、分岐しておりましてね、このように下にね、どんどん線路がね、潜っていきます。中野にも車両基地がありますね。このね、車両基地の建屋、結構昔から使ってるやつらしいんですよね。普通に重量編成だともう、この中に入りきらないのがね、よく見えますね。でね、中野出て、ついに加速が始まりました。もうね、本当に遅かった。もうあれですね、もうあれ、国分寺の手前、西国分寺あたりからもうずっとノロノロってですね、出しても50キロ、まあ60キロ出せばいいくらいやって、もう何なら最後の方が30キロくらいしか出なかったんで、ここで最後に一気に加速始めましたね。まあ、まだ新宿にもついてるんですけどね。もうなんかここでもう一気に終盤みたいな雰囲気いっちゃってますけど、まだまだここからですよ。いやー、これでこの速度でやっと中央線の快速の普通ぐらいですよ。まあ、こんぐらい速らしたら多いですよ。お、また200キロだ。200キロ速で今回は日本とも見れましたね。中央線快速は 97T と 99T っていうのが、基本的に209系っていう古い車両が入る運動なんですけど、今回は両方とも入ってましたね。もう最近はね、あれですよね、233系が入ることも多くなってきて、2本同時に見れるっていうのもかなり少なくなってきてます。まもなく、現実お出口は右側です。いやー、ついにね、新宿到着のね、放送が流れました。国分寺からもうね、約25分経っています。いやー、長い。まあね、さっき東中野はね、多分時速95、6キロぐらいで通過しましたね。いやー、やっと中央線のね、普段の光景がね、少し見えたような気がします。まあでもね、中野過ぎちゃうと正直快速と通勤特快、まあ青梅特快も中央特快も通勤快速 もう全部停車駅同じなんで、まあここは正直速度出して当たり前ですよ。もう全部の電車が同じ速度で走ってるんでね。でね、言い忘れてましたけど、ちょっと今ここでパッとね、通勤特快の、ね、歴史についてちょっと紹介したいと思います。で、通勤特快は1993年ですね。もう今から30年前になりますね。4月10日に遠近分離、まあ、だから遠距離だから立川、八王子、高尾、大月とか
か、あと青梅線方面から、通勤するお客さんと、あとはこの杉並周辺とか三鷹あたりのお客さんを、ね、分離するためにね設定されました。でこの電車の特徴としては平日のね朝ラッシュ時だけ、しかもね上り東京行きだけ走ってるんですよ。あの下り方面夕方は通勤快速の運転で、もうあれなんですよね。だから本当に朝しか見れない種別なんですよ。でね、青梅線のね、青梅始発2本と、大月高尾始発1本ずつ合計4本が運行されています。で、ね、中央線の方はね、西八王子、豊田、日野を通過するのが大きな特徴ですね。この3駅に関しては、あの中央線のこの普通の電車だと通勤特快以外で通過する種別っていうのはないんですよね。で、運行開始以来停車駅の変更はなくてですね、青梅線内は基本各駅で、立川を出たら国分寺、新宿、四ツ谷、お茶の水、神田に泊まって東京に行くっていうことですね。で、基本的には立川と国分寺で快速に接続します。あとあれかな、中央線の、あのこの今乗っている大月客列車も多分立川、高尾でもあれですね、接続があると思いますね。で、今乗ってる電車に関しては、まあ、豊田ではあの豊田市の電車を行かせて、で、立川、国分寺、三鷹でとりあえず快速に出ますね。武蔵小金井のやつはもしかしたらそうかもしれないですけど、でね、電車によってはね、中野で通過するやつもあるらしいです。中野通過の時とか最近見てないけど、っていう感じですね。で、あとね、調査、あの東京の1号車、先頭は基本女性専用車ですので、ちょっと気をつけてくださいって感じですね。で、電車が今、四ツ谷に着きましたね。もうなんか、歴史話したら、四ツ谷まで来ました。やばい、今の駅さんですね、なんか、案内がすごい丁寧でしたね。ちなみに私ですね、この時、八王子から立ちっぱでして、まあ、基本ね、座席はもう立川からはね、座れないと思った方がいいです。あれ、八王子くらいで多分、まあ、空いてるところで残り、まあ、一車両、四五席ぐらいかな、ほんとそんぐらいなんで。あのね、国分寺からだと間違いなく座れないです。乗れたら、茶の水があるところとかですね。ここでね、一気に、トンネルをくぐってね、中央総武観光線のね、線路で、またいで一気に出てきます。これでね、中央総武線各駅停車千葉方面とのね乗り換えの、ね、しやすさを測ってますね。ちょうど止まってますね。あ、やべ、電車接続は多分この電車できないんですけど、次の電車使えるかな。現在8時5分ですね。八王子駅から今56分です。いやー、時間かかってんな。中央特快ね、高尾東京間で最速立つのは確か55分なんですよ。やっぱ国に過ぎてるってことは、やっぱ中央特快は遠近分離っていうのが目的で、もう速達性、まあ、そこまではもう考慮されてないですよね。もうしょうがないですから。ここはね、万世橋駅の跡地ですね。ここのカフェのご飯めちゃくちゃ美味しかったですよ、一回行った時。ほんで神田ですね。神田駅はですね、一気のホームのあれが綺麗でした。あ、すごい古い、昔からも使ってるやつだと思うんですけど、日本の鉄道ってそういうのがいいですよね。もう一つのやつをなるべく長く使うみたいな、そういうのがいいですよ。でね、めっちゃかぶってしまいましたが、まもなくね、終点の東京に到着いたします。八王子からちょうど1時間ですね。もう山形新幹線、東北新幹線やら、上野国ライン、ぜひ特製の山手線やらが迎えてくれております。いや、ありがとうございます。感じでね、中央線、高架ホーム2番線に到着です。いやー、やっと着きましたよ。結構ね、1時間立ちっぱってしないですよね。中央線東京駅のこの屋根もなかなか悪くないですね。なんか近未来感とか新しさがなくていいですね。で、到着した電車はね、もうすぐに、快速武蔵小金駅として折り返してきました。いやー、中央線は新しいですね。今回はね、日本唯一の種別、通勤特快、通勤特別快速の紹介でした。ご視聴ありがとうございました。